見ていってください。のんびりね。守備ジムさん、ルーレット、ああ、そうっすね。そんな感じにしましょうか。確かに、それはナイスアイディアだな。おっと、これはさ、試案デッキちょっと厳しいか？試案デッキならこれちょっとあれかな、ホーリーよりも、毒の方がいいかな。結構毒主体なんですよね。そこでのロックはバイセが出るか？あ、イシュッケ、あ、バイセの方がこれ低いんだ。それは知らなかった。これ対面きつくない？これ。これ対面きつい説あるな、これ。まあ、なりります？まあ当然シアンはぶち込んでいきますよね。おまあでも特殊だからな。ちょっとこれ毒の方で使っていきましょうか。林さん、まあ多分ラヌガは入ってるんじゃないですかね、この HP だったら。まあシアン、ラヌガ、ビーナス、バホメット、あるいはトゥールラ、そのあたりですかね。さらに罠を置いていく。まあ、一応返せるポジションではありますが。あ、そして、赤妻さん、250円スパチャ。いつも応援ありがとうございます。さあ、右側にね、でっかく、グッドマークありますね。さあ、これ当然のナイスパー。赤妻さん、本当にいつも応援ありがとうございます。さて、そういたしましたら、まあ、これ、石系ぐらいで様子見とくか。いや、それとも、金マモンさん、これ、いつ、どのタイミングで置くの？まあ、いいや、ここに置いていくか。あ、パンプキンレイスも入ってる説あるかな。あ、結構なんかまだ入ってますね。まあさすがにラヌガは入ってそうですけど、パンプキンレイスは分かんないですね、正直。あー、でも結構これ特殊メタだな。結構特殊メタっぽいっすね。どうしよっかな、これ。フレブ君、非常に使いづらいんじゃが。リズイーナコンボスキル強いんすよね。どうしよっかな。ちょっと、ここ、さやか行こっかな。あー、でもこれ、盤面が、あれか。しまった、盤面がまずいか。うん、盤面ちょっとまずいっすね。星月さん、最近戦撃ハマってるのに、シアンが、そうっすね。シアンマジで、多いですからね。あ、そうか、そっちに来んのか。そしたら、いやー、ここかな。シアンに当ててシアンのコンボスキル使ってもらいましょうか。罠置いて、いやでも罠置いてあるけど盤面積まれたら終わるか。ささやきの悪魔さん、個人的な話になりますが、13日の、水曜日についに、サインネクタイステージという映画がネット配信開始で、とても楽しみです。なるほど。映画公開は、4回、そんなに行きました？なるほど。かなり、好きなコンテンツと。いいですね。倍席ましたが、これはかなりきついのでは？いや、どうする？これマジで。ちょっとどうしようもないっちゃどうしようもないですね、これ。うん、金魔も置いとくか。相当辛いっすね。毒は与えてはいるんですけど、あと9000でしょ。ペインさん、ダイマス行きましたが、まだ2000人も。あ、そうなんですね。まあ、まだ始まったばっかりっちゃばっかりですからね。
そうしましたら、これはフレーブ打ちながら消し去りますか。これで火力出して、でバフォメットのコンボスキル耐えられるかどうかっすね。相手バイセは確か切らせたんで、エンダが耐えそうですけど、イグナーツとかだと危ないかな。若干デバフ入ってるんで、まあこれしかないっすね、やることは。さあどうする。まあ相手これ D の位置に行くしかないと。あれバイスあったっけ。バイスあったか。あ、これさ、通常受けきれ、いや60だから大丈夫か。ちょっと待ってください、計算しますね。てか1枚返しあるか。1枚返しバイスで大丈夫ですよね。フレーブ別に使わなくても1枚返し倍生で通常受けきれますよね、さすがに。 OK、 これをしっかりと買っていく。危ね、対面的に相当きつかったですけど、よし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 。チオのミニキャラいますね。うわお、この人はパンプキンレイスが入ってる。しかもマタンじゃんこれ。マジで言ってる、マタンのシアンデッキ。でもラヌが入ってるかどうかは分かんないな。ラヌが難民でパンプキンレイスをしょうがなく入れてるのか、それとも、もうゴリゴリに、やりますよっていうデッキなのか、ちょっと分かんないんで。いや、フルーファ強えな。これ、あ、でも、上にシアン置くのか。でもこれシアンの左に来るよな。罠はね、神タンこれ返しながらさすがに来るとは思うんで、まあ、B の、おっと、ラムシュート強いぞ。いやーこれタクむずいな。どう打つ、まあ、フルーファーは打つけど、どっち打つんだろう。あ、そっちの方に打つか。うわ、これどうすんのかな。金麦とかミューズいたら多分 C の1に置いてくるんですけど、アタッカーとかいたらどうすんのかな。あー、まあそれぐらいで様子見る感じか。なるほど。まあ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 。で、こっからっすよね。あ、でもパンプキンレースいるから、これもう打つか、パンプキンレース。2枚罠あれば、打てる。あ、打てますけど、ここは打たない選択肢。なるほど、ロックで打ってくか。モリリングソさん、こんばんは。いつもアナウンス。ちょっとね、もう少しで、配信自体は終わってしまうんですけど、もう少しね、お付き合いください。よろしくお願いします。さあ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 、これどうする。ロックで問題は何が釣られるかっていうのもあるんですけど、なるほど、ピリカ打っていく。さ、それはね、男女平等で、返していきまして。いや、でもさ、これどうすんの。これパンプキンレイス打ってもさ、結局取られますからね、あれは。まあ、いやー、でも4枚返しだぞ。大丈夫かそれ。言っても反射60なんで、ここは殴ってくるよな。うん、でも、英語間ぐらいか。これしっかり殴って、まあ、60% は返せるんですけど、でもダメージの方が、でかいですからね。で、シェムケリーのコンボスキルも残っちゃってるんで、一番これ飛ばすの相当難儀ですね、これ。そっち消してくるか。6、9400。あ、乱量を釣ったの、まあ、でかいはでかいけど、でも、まあ、どっちにしても、こいつのコンボは残るんで、いや、サスター社ってこれ飛ばせる？これ。あ、無理っすね。これ飛ばないっすね。フィニッシュボイスないんで、あー、これ負けるか。なるほどね。勝てるチャンスどうだったかな。あ、パンプキンレースもっとサクッと早く使ってもよかったっぽいですけどね。